アブロ、アテナアブロアテナ T1 アブロアテナは1940年代末に英国のアブロ社で製造された高等練習機である。この機種は英国空軍のノースアメリカンハーバードの代替用に設計されたが競合機のボールトンポールバリオールの方が好まれたためごくわずかしか生産されなかった。アテナは英国空軍向けのターボプロップエンジン付きの三座工。 当練習期への英国航空省の要求仕様 T745 に合致する機体として設計された。アテナは並列複座のコックピットを持つ全金属製の低翼単容器であった。航空省は1947年にこの要求仕様を再考し、倉庫に 大量の在庫が残っているロールス・ロイス・マーリン35エンジンを使用する要求仕様 T14-47 に変更した。この要求仕様の変更により最初の3機の試作機はターボプロップエンジン付きのアテナ T1 となり、アームストロングシドレーマンバエンジンを装着した、初号機は1948年6月12日に初飛行を行った。 マーリン35エンジンを装着したアテナ T には1948年8月1日に初飛行を行い、ボールトンポールバリオール機と比較評価にかけられた。英国空軍向けに15機のアテナが発注されたが、バリオール機の方が好まれそれ以上の発注はなかった。生産された15機のアテナは1950年から RAF のマンビー空軍基地の飛行学校で、 武器訓練用として使用された。インドへの販売促進ツアー用に一機だけが、アブロ社へ貸し戻され民間登録記号 GR1 をつけたが、販売には結びつかず、RAF へ返却された。アブロエアクラフトシンス1908。ありがとうございます。